HostTV.com。 スーパースターピンクな男たち、前回から始まった伝説企画ダイヤモンドホスト。スーパースターのキャストたちが二手に分かれ渋谷の街を散策。今回はイケメンたちが続々登場です。いや、なんか3人で、ちょっとかっこいい子探してて、ちょっと時間いいんだったら、いいですか、じゃあ、OK ですか。じゃあ、お願いします。OK 出ました。じゃあ、おいくつですか？19歳。19歳、若っ。みんな19歳ですか？新宿って来ます？新宿も来ます。ちなみにこの後何食べてますか？ちょっと、好きの方よく出て、その後は来ます。その後は暇じゃないですか？その後は暇じゃないですか？暇じゃないか。あちゃちゃちゃだな。すいません。いや、ありがとうございます。声かけたのがいきなり自分の10個下ってちょっとビビってますよ。10個下に声かけちょっとビビるなと思って。いやでもめちゃくちゃ良かったですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どこがいいんですかね？とりあえずなんかパーって歩いて。あ、わかります。一箇所だと多分見てる方が止まらないと思う。でもああいうなんか広場的なところの方がやりやすい、ね、なんかいなかったらさ、向こう戻ればいいよね。そうだ。もう一組ぐらいしっかり行ってから休憩したいですね。そうだ。寒いね。いや、俺結構余裕だと思ってばっかりなんだけど。いや、でも幸先いいっすよ、めっちゃ。いいっすよ。うん。多分さっきの子って今すぐだったら多分行けたよね。まあ多分時間あったっぽい。いや、でも渋谷来たばっかだからな。カップルもいいっすかね？いや、全然 OK だよ。いいと思う。一番何もしなかった人罰ゲームあるんだよ。罰ゲーム、何もしなかった人罰ゲームあるらしいんだよ。いやいや、そりゃそうやろ。お前らどんどん行けよ。今日の、ダイヤモンドホストに乾杯。乾杯。いや、やっぱね、渋谷と言ったらスターバックス、スターバックスと言ったら俺、俺と言ったら超一流。ちょっとニューヨーカー気取っちゃったけど、噛みましたよ。寒いから、ちょっとゆっくり考えて落ち着いて、そうこの休憩が2時間にならないことを祈りながら頑張りましょうかね。そうですね。やっぱダイヤモンドホストなんで、うわカリスマホストになれるやつをね、発掘しやすいね。ケイスケみたいな、磨き途中だ。ケイスケみたいな、やっぱカリスマホストをね。やかましい。最初からね、あ、なったし。早い。急すぎる。ここら辺でカップル今後に繋がりにくいと思う。ここいるでしょ、絶対。行ってきます。協力とかちょっとまできないですか？大丈夫です。時間ないですか？はい、ありがとうございます。大丈夫、いい方かと思って激震です。7度ですか？ありがとうございます。流れるように去ってきましたね。ゆうのすき曰く、なんか監督の男の子がいい。やっぱ人数多いと一人がダメだったらみんなダメになる。ああ、そっちは経験者じゃん。経験者制限だね。でもカメラさん、トーマが全然喋ってないんすよ。そうなんですよ、うちのリーダー。リーダー誰も喋ってないけど、うちのリーダーが一番今は、たい平さんの参考にしてます。今まだアップみたいなもん。体温めないと。まだ爪かけしてるから。ダメでしたね。かっこよかったっすけどね。かっこよかったっすけどね。あれはもういい。
原石じゃなくて隕石だ。赤い隕石。もうできてる。あ、もうできあできてるってこと。できてるってこと。いい意味ね、いい意味ね。いい意味でできてるやつだ。これやってると女の子に声かけたくなりません。そうですね。いや全然あの僕たち男の子使われてる女とか全然興味ないんで。始まる前誰か。いいんじゃないですか。来ました。すいません今撮影の協力ちょっと見ないで。あ、本当だ。かっこいいな。ちょっとだけですか。スーパースターピンクな男たち、原石を見つけ声はかけるものの、企画に参加してくれる人はなかなか見つからないようです。次週は急展開のダイヤモンドホスト、絶対にお見逃しなく。ゲットしました。ゲットしました。スーパースターのジンです。僕の番組ピンクな男たちは日曜日でレギュラーでやってます。バラエティだったりお店のドキュメントをやってるのでぜひ見てください。番組登録はこちら。スーパースターのジンでした。